寝つきが良くなるピールティー。寝不足は慢性的な疲労感や体の様々な障害を引き起こします。日中体が正常に機能し、またしっかり活動できるため、1日7時間の睡眠をおすすめします。寝つきがとても悪い日という人。これはストレスや睡眠障害のせいかもしれません。 今回は睡眠にとても良い効果のある、タンジェリンのピールティーをご紹介します。なかなか眠れずベッドの中で、もやもやするような方でも、ピールティーを飲めば5分で寝つくことができます。不眠症の原因を知っていますか問題の根っこから解決するためには、まずはその原因を見つけることが大切です。不眠症って何 多くの人が不眠症で悩んでいます。なかなか寝つけない、ほとんど寝たような気がしなく、朝起きた時も休んだという気分にならないなど、睡眠の不足はエネルギー低下、疲労感、注意力の欠如、短期など様々な問題を引き起こします。また睡眠時間が短いことによって、体内の多くの機能が何かしらの影響を受けています。 不眠症用の薬もいくつかあります。ですがこれらには依存性があり、体に問題を引き起こす可能性もあります。頻繁に服用すると体はそれに依存するようになり、薬をやめると前以上に不眠症が悪くなっているということもあります。副作用や中毒を避けるためには、自然のものを利用するのが一番です。 今回ご紹介するタンジェリンのピールティーは不眠症にとてもおすすめです。不眠症の原因は何不眠症にはいくつか原因があります。ストレス。打つ。心配。家族の問題。経済的な問題。夜勤。 長距離移動と頻繁なスケジュール変更。不安。電気製品を使っている、それ以外睡眠を妨げるものがある。どんなケースでも効果のある自然療法があります。タンジェリンのピールティーの効果。タンジェリン、またはマンダリンの皮にはたくさんの効能があります。消化不良、ストレス。 胃潰瘍の治療にも使えますし、またコレステローネや血中のグルコース値を低下させます。肝臓をデトックスし、免疫系を強くします。たっぷりのアラが酸化成分を含んでいるので、風邪やインフルエンザにも効果があります。またアラが炎症作用もあり、痛みを腫れを和らげます。睡眠を改善するタンジェリンのピールティー。 材料。水、250メートル L。ドライカモミール、15G。ドライラベンダー、15G。ドライバレリアンジツ 5G。新鮮なタンジェリンの皮。手順。水を夜間に入れて温めます。沸騰したらカモミール、ラベンダー。 バレリアンを入れます。タンジェリンの皮を加えたら沸騰したまま数分置きます。寝る前に熱いお茶を飲んでください。点5分で眠りにつくことができるでしょう。タンジェリンの皮は不眠症の原因の一つである、ストレスに直接働きかけます。心が落ち着きリラックスできれば、 意外に簡単に眠りにつくことができます。何も考えず、不安や心配を招くようないらない考えは押しやってしまいましょう。また、夜は寝るための時間だと認識することも大切です。眠りの妨げになるような悪い習慣はやめるようにしてください。夜に働いたり、電気製品をつけっぱなしにしたりすると、リラックスすることができません。 思考を少し止めてみましょう。問題を抱えていても、夜はあまり考えないようにします。しっかりと寝て力を蓄えれば、次の日にクリアな頭でまた問題に取り組むことができます。もし眠りにつくのが難しいと感じたら、専門家に相談することもためらわないでください。問題の根底に何があるのかを探る。 何かしらのリラクゼーションセラピーや薬をくれます。助けの手を必ずどこかにあります。一人で悩まないでください。